潜れるね。ああ、ビデオカメラでは大変だわ、これ手持ちでは。月は動く。動かんて。月は動く。動きますわ。いやいやいや、ちょっと止まれん。次はね、逃げますね。おー、ほんまやな、すごいね。これ見ると、まあ、どれぐらいかけるのかな、もうちょっとかけんねんな。いやー、すごい、かけてるかけてる。こんな天体ショーなんか見たの初めてちゃうかな。こんな見ることないからね。はい、これ今、どうや、地球がこれ月にかぶっとんねんな、そういうことやな。ちょうど反対側から太陽が出て、太陽の光が当たって月に地球が、ね、影になってる、そういうことやね。これが 98.何% 言ったかな今日。いやー、これは手や大変やわ、手持ちでは。これね、月は動くんですよ。いや、月は動いてないか。いやいや、あー、難しいね、これ。まあ、ちょっと動いとんだけどね、この、わー、わー、大変ね。ほら、動かないで、動かないで。いやー、動く。捕まえとるだけでも大変よ、これ。あー、これ、どっか固定したらどうかね、固定したら。固定してやってみようか。ちょっと、どうしよう。どっかで固定してみましょうか。ね、ちょっと待ってくださいよ。固定しても変わらんな、これ。やっぱ動くな。あー、初めての撮影でもない、こんなことやったことないからね。それもビデオカメラで、これビデオカメラで、ね、ズームが、何倍やった、84倍、こんな大きく見えるんでね。昨日ちょっとね、バーン撮ってんやけど、昨日はね、ほぼ満月でしたね。今日が満月だったかな。今5時30分ですよ。はい、ただいま6時2分。2分です。いやー、月動いてしまう。動かないで。動かないで。2分3分やね。ほぼこれが、今日のね、月食は、ここが一番最高点やね、3分が。なかなか難しいね、止まらんね。え、動いとんねやけど、ちょっとずつ動くんやけど、手でね、止めることできない。大変でございます。今、ほぼここがね、月食の一番ね、クライマックスですが、これから今からね、だんだんと影が取れていきますけどね。今3分回ったところです。はい、ちょっとだけ止まってほしいやけどね。はい、止まって。はい、もう3分回りました。今からね、影がだんだん取れていきますけどね。はい。はい、次、30分ぐらいして撮りましょうかね。はい。6時28分ぐらいやけどね。どうや。今、二神パーク、タイマーから撮ってますけど、大阪まで行く時間なかったね。いやー、ちょっとね、止まってほしいんやけど、月さんよ。難しいね。はい、28分ぐらいかね。あ、焦点が合わんね。だいぶ月の明るさ戻ってきたね。まだまだやな。あと30分ぐらいしないとあかんね。次は7時やね。7時頃撮るかね。大阪まで行けるかね、7時頃。だいぶ明るくなりましたけどね。さて、急いで7時、大阪行こう。
月が動いてます。いや、月は動いてないけどね。ああ、難しい商店が。はい、以上でした。あら。あら。まあ、7時10分ぐらいやけどね。いやー、肉眼で見るのもものすごい明るいんやけど、どういうこっちゃこれ。こんなんかな、どうなんだろう。肉眼でもうちょっとね、もうちょっと下の方見えるんだけどね。あー、だいぶ影がなくなりましたね。7時10分ぐらいかな。あと30分ぐらいなくなるとかね、30分。まあ、うまく取れんね、これは。7時10分、今度、7時半ぐらいどうなるかね、7時半ぐらい取ってみようか。7時半。もうちょいやね。7時半。もうちょっとやな。あと次45分撮ってみようか。7時45分から8時ね、あと2回撮りましょう。おお、だいぶ輪郭見えてきたな。7時45分、もうちょいやな。そうや、やっぱ7時50分やな。50分、52分か。あと7分ぐらいかかるのかな。ちょっと待ってみようか。50分ぐらい撮ってみようか。次はね、今7時45分まだ回ったんでね、もうそろそろ満喫になるんやけどね。どうやろう、もうちょっとかかってるね。もうちょいやね。ずいぶん動くよね。2時間でこんな高くなるんやからね。びっくりしてるんだけど。もうほぼ満月なんだけどね。パチ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 。こんなに大きく見た初めてやな。長いこと見た。ずいぶん動くんでね。あと5分ぐらいするといいんだろうな。